今回はアイドルから女優にキャリアチェンジする女優大革命時代に突入するに対するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。元アイドルのセンターからデビューしたバク様、可愛すぎやろ。情報で抜けるわ。えな、可愛いけどなんやこのあからさまな OP。 これ系でファンだったヤッコホンマ羨ましいわ。味わってみたい。アイドリング好きだったけど石田カレン全く抜けんわ。コストかと思って悲しくなって抜けない。羨ましいけどファンやったら悲しいんやろなという矛盾。高翔は伝説だった。ファンだったら絶望だろう。ファンじゃないけど知ってたくらいなら嬉しいけど。七つ森理想だったわ。この子 JK 時代からグラビア見てたからグー抜けた。ファンは嬉しいのか悲しいのか。 OP マウスパッド思い出したわ。可愛いと抜けるは比例しなくない。愛嬌ある子は抜ける。表情がいい子は抜ける。外見的に綺麗や美人や可愛いだけじゃ着られるからな。よっぽどタイプでないと。これを超える天然美女いまだにおらんわ。どいつもこいつもサイボーグ。グーレジェ卒アル画像から何も変わっとらん。出てきた時はほんまおったまげたよな。途中でいじってもったけど。これ誰？ゆずききな。最近の女優みんな OP 大きいのはなんでなん。しかも形もええよな。包丁定期。まあわからんやつはわからんくらいうまい包丁の OP はあったりする。3月今日はこれにする。